はい、皆さんお疲れ様です。モコです。今日はね、普通の日、平日なんですけどもね、仕事ありませんでした。仕事なしですということでね、今日平日ではありますけども、一日ね、お休みとなりました。やっぱりどうも荷物がね、薄いみたいですね。荷物が少ないみたい。まあ今ね、梅雨なんでね、梅雨時期なんで、建築関係の荷物って結構ね、減ってきたりするんですよ。やけどね、僕一般貨物、大型ウィング乗ってますけども、梅雨時期対してね、通常だったらそんな影響ないんやけど、今年はね、荷物がだいぶ薄いみたいですね。今日も荷物がつかんやった。僕ね、一般貨物で、いろんなね、荷物、日々運んでいるわけですけども、最近はね、結構決まった荷物ばっかりやったりするんですけども、以前はね、ほんといろんな荷物積んでおりまして、主に、海外からね、輸入された衣類関係、ね、ケースのばら積み、メインでね、やっておりました。あとね、多い荷物で言えば飲料関係だったり、食品関係、常温で運べる食品関係だったり、あとそうですね、建築資材も運ぶこともありますし、いろんなね、荷物を運ぶんですけども、中でも今回ね、少し変わった荷物、こんな荷物も運びましたっていうね、少しね、変わった珍荷物、変わった荷物紹介していけたらと思います。珍荷物。僕、大型ウィング、増トンウィングなんですけども、乗っておりまして、その前はね、4トンウィングに乗っていたり、4トンヒラに乗っていたり、あとね、ピンチヒッターで、大型ヒラに乗ってみたり、いろいろなね、トラックに乗りまして、いろいろな荷物を運んでいるわけですけども、日々ね、いろんな荷物を運ぶわけですよ。初めて行く会社も多いし、初めて行く工場も多いし、ね、そんな中で、物によってね、積み方が違ったりして、いろいろね、わからないこともあったりするんですけども、わからないときはね、現場の方に聞いて、積み方等々を聞いたらね、教えてくれますんで、そういってね、いろいろ対応しているわけでございますけども、中でもね、変わった荷物もね、多々ございまして、そうですね、例えば、マンホールの蓋。ね、マンホールの蓋をね、僕運んだことあるんですよ。マンホールの蓋はね、3回か4回ぐらい運んだことある。関東から九州向けの荷物で、マンホールの蓋、これをね、運んだことがございます。新荷物。あとそうですね、変わったところで言えば、中学生の荷物。わかります?中学生の荷物。あのね、中学生が宿泊訓練かな?宿泊訓練に行っとって、で、荷物、カバン持っていくやないですか、リュックね。そのリュックを宿泊訓練の訓練場まで行って、回収して荷物を受け取って、そのね、学校の体育館まで持っていくっていうお仕事。100人ぐらいのね、中学生のバッグをね、体育館まで運びました。新荷物。あとそうですね、建築関係の荷物もよく運ぶんですけども、そうですね、トイレ。ね、新築のトイレを運んだこともございます。あとそうですね、トイレつながりで言えば、工事現場とかに置かれている仮設トイレ。ね、プラスチックでできた仮設トイレ。あれもね、僕、運んだことあります。仮設トイレはね、4トン平に乗っとった頃、荷台に4個ぐらい並べたんかな。荷台に4個ぐらい並べて、上からね、ロープで取りました。ロープで取って、なんかラッシングやったらね、締めすぎちゃうらしくって、ロープで取って、ね、養生して、それはね、どこやったかな。それも関東からやったかな。関東から九州向けやったかな。帰りの荷物ですね。ね、そんなね、仮設トイレ運んだことがございます。新荷物。あとね、飲料関係もよく運んでいたんですけども、中でも珍しいところで言えば、ボジョレーヌーボー。ね、解禁される前のボジョレーヌーボー。これもね、運んだことがございます。新荷物。あと変わったところで言えば、以前もね、どっか多分動画で紹介しとると思うんですけども、大型家具の配送。これをね、以前やっておりまして、大型家具を持って行って、ばらした状態で持って行っとるんですけども、中にはね、組み立て依頼もありまして、前もってね、
組み立ての依頼もされとる方はね、僕たちが持って行ってそこで組み立てるっていうね僕らもね普通の人やからさ、特に研修とか受け取らんやったからさ、説明書を見ながらね必死に組み立てましたよ。大型家具の配送なんで妻、まあ、大体ね2人で行くことが多いんですけども、2人でね行って、おじさんとね2人で行って、ああじゃないこうじゃない言いながら一生懸命ね組み立てるという作業やっておりました。金にまて、あとはそうですね、パチンコ台、パチンコ台もね2回から3回運んでおります。これはね夜の配送やった、夜間の配送。まあ、パチンコ店やからさ夜間に納入したりするんですよね。夜間の配送ね、パチンコ台、これもね運んだことがございます。金にまて、あとそうですね、変わったところで言えば4トン平に乗っとった頃、4トン平のトラック、ちょんまげがついてるユニック車ですね、ユニック車にて墓石、墓石もね運んでおりました。墓石はね、墓石の生成工場やったかな、墓石を作る工場から、販売店ね、販売店の方へ持っていくっていうお仕事なんですけども、これもね10回ぐらいね走らせてもらったことあるんですけども、そこのね墓石お店屋さんに持っていくでしょう、納品しに行くでしょう。そしたらね毎回ねそこの社長さんがねお小遣いくれるんですよ。あ、持ってきてくれてありがとうございました、またお願いしますって言って毎回ね1000円くれるんですよ。それがねすげえ嬉しかった。僕がまだねトラック乗り始めた頃、22歳か3歳ぐらいの頃かな、まあ、その頃の話なんですけどもね、毎回お小遣いくれてましたよ。ね、僕はね墓石を運んだことがございます。金にまて、あとそうですね、リサイクルをする圧縮したペットボトル、わかります？圧縮してすごいぎゅうぎゅうに詰めたでっかい塊なんですけど、圧縮したペットボトルね、これをね一時期ねよく積んでましたよ、関東から九州向け。これ一時期ねよく出よった荷物なんやけど、最近出んくなったな、ここ 2,3 年行ったって話聞いとらんもんな、会社の人間からも。なくなったんかな。僕はね圧縮したペットボトル運んでおりました。金にまて、あとそうですね、大変な荷物、きつい荷物で言えばラーメン関係、ラーメン関係ねきついんですよ、バラ積み満載、本当にこれでもかっていうぐらい満載に積むんですよ、天井いっぱいいっぱい詰め込んで、で最後はね後ろ観音開けるんですよ、観音開けて後ろから積むんですよ。でも乗るだけ乗っけて、最後ね調整のパレットってあるんですよ、調整するパレット、この調整のパレットに乗っとる製品をもういっぱい積んで、ぎっしり積んで、これでもかっていうぐらい積んで調整するんですよ。で乗らんくなったらもうそれを置いといてね、何個乗ったか計算して、それでね後から伝票を切ってもらう。ほんと満載積むんですよラーメンって。ラーメンが当たるとね2時間3時間バラ積みね最近取らんけどなね、ラーメン関係運んでおりました。金にまて、あとそうですね、まあ、タイトル画面、まあ、タイトルにもねあります通り棺桶、僕ね棺桶数回運んだことあるんですよ。棺桶はね4トンウィング乗っとった頃ね、僕以前4トンのウィング乗っとったんですけど、4トンウィングの頃にね2、3回運んどる。まあ、これはね、まあ、棺桶だけぎっしり積むってわけやなくって、仏具関係ね、あとお葬式関係の道具ですよね、そういった仏具関係を一式まとめて持っていくっていうお仕事やったんですけども、まあいろいろね、仏壇があったりいろいろね備品があったりするんですけども、そういうのをね一式トラックに積んで、これも九州向けですね、関東やったかな、関東から九州向け、もちろんあれですよ、あの中に人は入ってないですよ、人間入っていないですよ、あの新品なまっさらのね棺桶ですけども、僕ね棺桶運んでおりました。金にまて、あとそうですね、まあ、大変やった、まあ、違った意味で大変やった荷物なんですけども、コーヒーの豆、コーヒーの豆がね、これがね麻袋っていうかな、あの茶色の袋、それがパレットに乗っとる状態でラップをぐるぐる巻いてやって、まあパレット積みの荷物やったんで、あ楽やなと思って、ラッキーと思って、納品入りまして、納品終わって、そしたらねもうしばらく箱の中、トラックの荷台の中がねコーヒーの豆の匂いがひっついちゃって、
あれ匂いすごいんですね、コーヒーの豆って。なかなか取れんかった。そういう時ね、あの消臭剤をねバーッと振りまいてあげたら結構取れるらしいんですけど、僕その時ねそれ知らなかったんで、もう丸一日ねウィング開けて乾かしてなんとか匂いが取れたっていうことがありました。荷物によってはね、荷台に匂いがあったら、積み込みできませんっていう荷物も結構多いんで、この匂いって結構ね大変やったりするんですよ。コーヒーの豆はね大変でした。ね、そんな感じで僕もねいろいろ荷物積んだわけで、一般貨物としてねいろんな荷物を積んでいるわけですけども、まだねこれからいろんな荷物、どんな荷物を積むのかね、まだまだね初めて行くところ、初めて行く工場、倉庫多々ございますんで、しっかりね今後もいろんな荷物を積んで勉強しながら、またね日本全国走っていきたいと思います。今回はねちょっと珍荷物、こんな荷物をね運んだことがございますということで、少しね変わった荷物紹介してみました。また明日、またね。